じゃあ、しきちゃん、妊活のセルフケアシリーズだね、今日。お願いします。自律神経を整える顎です。顎、わかる？顎ってしきちゃんどこ？顎。顎だよね。これだよね。これだな、ちょっと難しいけど、顎というものをちょっと考えてみましょう。これって、例えばですね、ストレス、歯ぎしりとかしますよね。ストレスあると歯ぎしりとかしたりする。しきちゃん、歯ぎしりある？あります。あるんだ。そうそう。ストレスかかってたりすると、脳というものがね、ストレスが基本的に関係してて、これって脳って頭蓋骨というものに囲まれてますよね。頭蓋骨というものに囲まれてて、下にこう、顎の骨があるんですね。こう、ひどい絵を描くよ。口ですね。顎って顎の骨があってっていう感じなんですけども、これがですね、こう、顎の筋肉っていうのはね、細かくは描きませんけども、結構ね、この頭のこの耳の上の方まで全部いってるんですよ。だから、この辺一帯にですよ。この辺一帯にもう全部この顎の筋肉ね、側頭筋って言ってたりとか、後筋って言って、ここの部分でね、顎のこの横の部分、ふんと噛むと持ち上がるところですね。脳にストレスが溜まったような状況だとですね、基本的にこう、まあ、そういうところって緊張しやすいんですよ。わかるかな？例えば人間って何かストレスがかかった時って、弛緩して力を抜いて対応するっていうよりか、こう力を入れて対応するっていうところ、これ生物界ってみんなおそらくそうなんだけどね、力を入れて戦い逃げるに、そんな戦いか逃げるっていうのを備えるっていう癖がついてるので、そこら辺が緊張しやすいっていうような形で考えてくださいですね。特にやっぱ食いしばりみたいなのがあるって話になってくると、やっぱりね、ここら辺の筋肉が硬くなるっていう形ですね。で、そうなってくるとね、これ悪循環が起きるんですよ、しきちゃん。悪循環っていうものがあって、これが脳にストレスがかかってくると、熱がこもります。熱ね。熱がこもってっていくわけなんですけども、これがですよ、この顎は緩むと、弛緩するとですよ。弛緩すると、これがね、体積を増すので、熱が逃げていくようになってるんですね。放熱するようになってるんです。体積がこう、ぐーっと噛み締めてて、頭締め付けられてる状態だと熱は逃げないんだけど、これが、子供とか寝ると口開けてこう、なんかアホみたいな顔して寝てるじゃないですか。わかるかな？あーって寝てる子いると思うんだけど、ああいうのってすごい理想的なんですよね。ある意味。なんですよ。これが、緩まって、緩むことによって頭から熱が逃げやすくなるっていうすごいいいシステムがあるわけなんですけども、これがですね、ね、皆さん妊活頑張ってる皆さん、おそらくね、仕事をやってる方もいらっしゃると思います。もしくはね、主婦さんで2人目を頑張ってる方っていると思うんですけども、そういう方々っていうのはね、基本的に先生たくさんの人見てきてるんですけど、ガチガチなんですよ。わかるかな？ガチガチなんです。で、そういう状況っていうのがね、実はですね、この顎の神経っていうのは脳神経って言って、まあ末梢神経なんですけども、こう脳に近いところが結構メールで出ているところなので、緊張してるっていうような状況自体がやっぱり良くなかったりするわけなんですよね。そこの部分が、例えばね、緊張してる、熱がこもって、熱が逃げないっていう状況になってくると、これまた難しい話になっちゃうんだけど、この下垂体っていうのがあります。下垂体っていうのがあって、ここからね、変な話、ちきちゃん、これ FSH なんで覚える必要ないと思うんだけど、LH って、卵育てとか排卵しろっていうようなホルモンが出るんですよ。わかりますかね？卵育て排卵しろっていうホルモンが出るんだけど、これがね、ここがこのオーバーヒートしてるとですよ。顎が緊張して熱が抜けない、ストレスが逃げないっていうような状況でずっとほっとくと、簡単にですよ、ここっていうので混乱を起こします。混乱を起こすようになってるんですよね。っていうことになってくると、今回の必要なのは、顎のセルフケアなんです。顎のセルフケアっていうところをちょっとね、これもぜひね、オフィスにいる時でもできるし、テレビ見ながらでもできるし、ね、毎日できるというふうに思いますので、時間気にせずね、思いついた時にやってみてください。それで、顎痛くなったりする？もうすぐ顎痛くなる。それに合ってると思うんですね。そういうものをちょっとしっかりと。でね、これちょっとここら辺触ってみてください。場所分かるかな。こう口開けて左右とも膨らむように感じるとちきちゃんが。開けた時に膨らむようなところ。
ょっと先生難しいこと言うよ。分かんなければ分かんないで構わないんだけど、これで口を開けた時に右と左どっちが先に行くのか、ちょっと鏡ながらねやるとそこに鏡が見えるのですごくよく分かってます。だからこう行きますね。左が先に出てきて右側の。ちょっとねこれみんな鏡見ながらやってたらいいんだけど、ちくちゃんどっちが先に行くのか、右が先に膨らんでこうなってこういう動きしてます。これね、こういきます。こういう動きしてます。こういう動きして最後ふわっと出てくるとすごくいいですね。先生の場合左が膨らんで、すごく分かりづらいんですよ。ゆっくり動かしてほしいんですけども、左が先に進んで右が最後にガッと出てくる。で覚えてほしいんですけども、やっぱ締め付けが強い方っていうのは後から出てくるんです。後から出てくる方の側頭骨ですね。側頭骨っていうのをここら辺です。ここら辺手根っていうような言い方してます。先生の手は非常にこう肉球が大きいんでね、やりやすいんですけども、こうここの部分ですよね。ここの部分に対して頭の横側です。耳の斜め上ぐらいのあたりのところをこうやって気持ちよくマッサージしてあげる感じです。でそれを左右挟みながらやっちゃって構いません。で特に遅れてきてるであろうね方をちょっと強めにやるっていうような形です。で注意点がね、これ口半開きでやってみてください。最初のうちはね、なんかすごい絵的に大丈夫かなと思うんですけどね。こう、ちくちゃんどう？気持ちいい？こういう形でいって、まあね、意識してほしいところね。できればその後から出てくる方がギュッと噛み込んじゃってて、それこそ頭変形させたりするんですよ。でそこが鏡だってわかるんだけど、こう左右顔違う人って結構いるんですよね。左目の方がすごいちっちゃい、右目の方が大きいみたいな人たくさんいたりするんですけども、明らかにこういう影響でいびつになってて、その後脳がやっぱ圧迫されてて同じような状況が起きますからね。ストレスから逃げ出せないような状況になってきたりするので、ね、またねこれちょっと余談なんですけど、人間ってシンメトリーって言って左右対称のものを美しく感じるんですよ。左右対称の人がモテるっていうことを考えると、で歪んでるの嫌じゃないですか。ですね、歪んでるの嫌だと思うので、ここら辺をちょっとマッサージしてほしいな、ね、肉球で左右同時で構いません。できれば後から出てくる方を強めにやってもらうっていう形で、これ、ね、ぜひ毎日やってみてください。思った以上に効果があります。しくじゃんの方一生懸命やってるけど、どう？気持ちいい？はい、気持ちいいでしょ。できそう？毎日大丈夫？本当やる？やるですね。これね、まあ、とにかく本当にこれいろんな論文出てます。こう内分泌にね、頭の緊張とかね、こう顎の緊張みたいなのは本当に大きな影響を与えるの間違いないです。ですよね。で本当にちょっと今日の内容難しければ、この辺緩めでいいやって感じでいいので、この辺緩めでいいやっていう感じでやってみてくださいですね。じゃあ毎日できる？これ、はい、やる、うん、先生もねやりますので、この辺を緩めて頭のストレスをしっかり抜くような形にしていただいてね、ですよね。なるとよく寝れるようになるし、また内分泌っていうものも整ってくる可能性がね十分あるんだよっていうところを覚えて